クルブソシアルイ・デポルティーボ・コロコロは、チリの首都サンティアゴを本拠地とするサッカークラブである。国内リーグでは、通算32回の優勝を誇り、チリのクラブでは唯一コパリベルタドーレスを制するなど、チリ屈指の強豪であり最も人気のあるクラブである。クラブ名のコロコロは、スペインによる侵略に対して最後まで降伏せず、戦い続けたマプチェ族の主張コロコロに由来する。 1925年4月19日に創設。1991年6月5日にエスダディオモルメンタルで行われたコパリベルタドーレス決勝戦でオリンピアに3対0で勝利し南米サッカー界の頂点に立った。1991年の12月8日に国立霞ヶ丘競技場陸上競技場で行われたトヨタカップでは ユーゴスラビアのレッドスターベオグラードと対戦。初出場同士の戦いであった。コロコロはピサロ、マルティネス、バルティチオットを中心に優勢に試合を進めた。また相手のキャプテンサビチェビッチが前半終了直前に退場処分になり数的、有利な状態になったが、カウンターからの攻撃で3失点を喫し敗北、クラブ世界一になることはできなかった。 1980年代から1990年代は圧倒的な強さを誇るも、2000年代に入るとクラブの経営危機などもあり、一旦弱体化。しかし2006年以降は古豪復活を印象付ける成績を残している。コロコロの最大のライバルはウニベルシダデチレである。この両者の対戦はクラシコデルフトボルチレーノと呼ばれ、チリで最も関心を集め、 権威のあるダービーマッチである。リーグ32回カップ18回2012年までは、歴年を1シーズンとし、歴年前半にアペルトゥーラー、歴年後半にクラウスーラを行っていた。2013から14シーズンからは、シーズン開始時期を半年ずらし、7月翌年6月を1シーズンとし、歴年後半にアペルトゥーラー、歴年前半に クラウス裏ラを行っている。移行期間となった2013年は半年を1、シーズンとし、トランシオンという名称のシーズンを行った。中、選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。 g k d f m f f w h t t p w w w l a n a c i o n c l p r o n u s n o t i c h a s v 2 site.artic.29130px.20901 億 30201049html2 月27日にチリ地震が発生し日程の消化に支障が出たため 2001年以来となる通年制が採用されたオフィシャルウェブサイトありがとうございます。